チョルドです。急遽ね、ちょっと動画を回そうと思ったんですけれども、その理由がですね、僕ね、ちょっとインスタグラムの DM の方によくコラボさせてもらってるホスグリーンの葵ちゃんがちょっとこう炎上してますみたいな連絡というか、DM がバーって来て、結構な数来たんですよね。チョルさん的にどう思いますみたいな。いや、どう思いますも何も、その何が起こったのかわからんしと思ってね、とりあえずその DM の中に、こういうこれを見たら全部わかりますみたいなのが書いてあったんで、それをね、実際に見てこの動画を回してるんですけど、葵ちゃんいてるじゃないですか、ブーチャンネルのホスグリーンの葵ちゃんね、僕もほんまに先ほども言いましたけどコラボもさせてもらったりとか、TikTok 一緒に撮らせてもらったりとか、仲のいいね、友人なんで、その子が昨日かな、昨日これこれさんの子生配信で起こったことらしいんですけれども、それちょっと軽く説明しながら僕の意見ちょっと言っていこうかなと思います。その内容のね、その生放送中の内容に僕動画撮ろうと思った理由になったキーワードみたいなのがね、結構飛んできたんですよね。例えば闇金、反社会勢力みたいな感じですよね。あと歌舞伎町っていうワードですね。あとは簡単に言うとお金ですね。お金関係の話で、騙さないみたいな出てきたんで、これはね、僕ホストクラブ経営してて、いつも向き合っていくような名前というんですか、いつも向き合っていくようなこうキーワードが結構出てきたんで、その辺も踏まえてちょっと聞いてもらえたらなと思います。まずね、そのこれこれさんの生配信で葵ちゃんにお金が貸したという人がね出てきました。葵ちゃんに貸したんだけど、その貸した時の理由が、闇金から葵ちゃんがお金を借りてると、闇金から借りてるからそれを返さないといけなくてお金が必要だみたいな。これこれさんの配信にちょっとわからないですけど、とちょっと合ってるか、突射っていうの、このデコボコのなんかポコちょっとわからないですけど、その嫁ったっていうんですかね、相談した女性の方が葵ちゃんに50万円だったかな、貸したと。最後らへんのね、内容の時にその50万円は貸したんじゃなくて、葵ちゃんがくれるって言ったから、もらったみたいな感じで言ってたけど、別になんかそのお金をその他にも借りててみたいなのはあったらしいですよね。借りたにしましょう。今回はね、もらったらちょっと言った言ってないとかあると思うんで、そのお金をほんまにその闇金の理由やったのみたいな、それは嘘じゃないのみたいな感じやったと思うんですよね。で、葵ちゃんにその貸した女の子は自分の貯金プラス消費者金融から借りて、わざわざ借りて葵ちゃんのためやからって貸したよみたいな、幸せになってほしいからねっていう、内容やったんですよね。僕もこの時点でなんかこう、自分のことよりも人のためにさ、自分がこうお金を借りてまでするって、ちょっと俺はあんまり理解しがたいんですけど、そこまでしてあげたいなっていう気持ちになるぐらいおちゃん好きやったっていうのは、これで伝わりますよね。話の内容の中に、闇金に返さんでいいやろみたいな、法律上返さなくていいやろみたいな話が出たんですよね。その時に僕が思ったことは、闇金であろうが誰であろうが、人にお金を借りたんならこれ返さないといけないですよね。葵ちゃん自身も返すって言ってるし、相手自体も相手が誰であろうが返すし、借りたものは返すという、これは多分もうそもそも多分日本中全国大半の人がそれは当たり前に返さなあかんやろっていうのは思ってると思うんで、これはこのままでいいんですけど、闇金その話をした時にちょっと一般人の考え方とちょっとずれ出てんなみたいな思ったんですよね。僕は結構夜の商売というかホストクラブの経営をしてて、ホストクラブでも実際働いてたこともありますし、今も限定出品とか出てるんですけど、その時にこう女の子にこの子の担当にお金使いたいから、でもちょっと足りなかった分を闇金に借りてきましたみたいなんとか、お前そんなとこで借りんなよって言うんですけど、でも借りた本人はこれ自分の意思でそういうとこに借りに行ったわけやから、僕らね、なんぼこっちから言うたかって聞かないし、何か理由があったその子のことを縄張りしたいとか、こんだけのこと仕上げたいから、でも足りなかったから借りたって、それはもう自分で決めたことなんで自分でしたらいいと思うんですけど、その一般の方でそんなもんやみきが返さんでやろみたいな感じですやん。で、僕もね、その直接的なもうほいやめきみたいな人に出会ったことはないんですけど、それっぽい人には出会ったことがありまして、というのもこうお店にね、そういう人来たわけですよね。うちの従業員じゃないですよ、従業員じゃないけど、その女の子が借りてて、ここに通ってる女の子が借りてて、その保証人に従業員がなってんねんけどみたいな、それは全然見覚えのないやつやったから大丈夫やったんですよね。実際に自分で書いたやつでもなければ、いやほんまに知らんって言ってると、そういう時に話がこうぐちゃぐちゃってなって、結局解決したんですけど、今回の話でも葵ちゃんが保証になって、それをもともと自分がした借金じゃないけど肩代わりで私が払ってるみたいな出てきた、そのパターンと似てるかなと思って、
って芸人の人ってその直接ね会った人にしか分からないこう威圧感みたいなの絶対あると思うんですよね。まあ例えばで、ね、そもそもお金を国から借りれないというかそういう消費者金融から借りれない人に貸すわけやから向こうもリスクやろうしね。だから何でもいいや貸して貸すわ、いつでも返してみたいなわけにはいかんと思うんですよね。まあ常識的に考えてってなったらこれ返さな殺すぞとかさお前なんとかするぞみたいなまあ脅しシックなことは 100% あると思うんですよね。でまあそれがまあかなりのこう恐怖というか怖い人やっていう人に借りてるからまあ一般的にはそんなやつに返さんでいいやろって言うけど借りた人は返さないとあかんなってなると思うんですよね。これは僕もそういう女の人の相談を聞いてきたんでホスクラブの中でねかなり怖いってみんな聞くんでまあそこでちょっとまあ一般の方というか夜職じゃない方たち夜に関わりがない人たちからしたら、まあ、僕らとちょっとまあズレが出るというかその辺ズレが出たなと正直に思いました。なんせこう誰に借りるとか誰からもらうとかお金に関してはもう貸しから絶対良くないよほんまにね。どっちみちねこれがなかったらこの話もともとないですからそもそもね。だから貸し借りは基本的に絶対あかんと思う。どんだけ仲のいい友達でもダメやと思うし貸すんやったらもう僕やったら、ね、貸すんやったらもうあげるぐらいの気持ちでいかんと貸したらあかんと思います。はい、そもそも自分がお金ないのに貸しているのもどうかなとも僕は一般的な考えがどうなんかわからないですけど、まあ、僕はそう思いましたっていうことです。でその反社がどうのとか、事務所がそれを建て替えたってことは、反社が反社にお金を渡したってことですよねみたいな感じの話に移って、その時はなんていうかな事務所が払ったみたいなのに言っちゃってるから実際にだって事務所ってさ事務所っていうまあ建物があったとしたら事務所って建物が手と足がついててこれを渡しますよってやるなるわけじゃないやんか。事務所の中の誰かが渡したっていうことになるよ。そう言ったら多分分かりやすかったと思うね。だから簡単に言ったら僕が事務所やってるとして、まあ、チョリゾーからお金借りたと言うんやったらちょっと話は分かりやすいんですけど、だって一個人が貸してるから事務所というよりは例えば A ちゃんって女の子から、まあ、またちょっとこういう理由でお金借金があってみたいな、一つにまとめないといけないから貸してくれみたいな感じで言われたら、まあ、これは事務所の僕が受けたんじゃなくて僕個人に来た相談やから僕がどうするであれ周りのやつには関係ないわけですよ。仮にねこれを僕のパターンやとしたら僕が言われたらそんなあのコマみたいにねこう授業を使ってる方は知らないですけどそんなんじゃない普通の社長さんやったら一回話聞くわと状況を見てそれがどんなお金であれ、まあ、これで一旦お前頭打って次はまともになれよと言うと思う。僕ならそう言いますね。まあ状況なんかみんなによってちゃうんやから生きてるうちにねいろんな状況変わるやろうしで一回お金を借りてしまったりとか間違い犯したんやったらそれでもう頭打ったんやからこれ以上すんなよとやって、まあ可愛がってる従業員というかもうその、まあ、人生預かって雇ってると僕は思ってるんで僕の場合ならそう言うと思います。で、まあ、金額はでかい昨日出てきたのが300万ぐらいかな300万とか合計700万ぐらいあるみたいなその金額の有無はそのお金があるない関係あるかもしれないですけどこっち側にね貸す側にでも貸したなら例えばやけどもちろん返してもらわなあかんやろうからそういうプランの話もするやろうしだから なんていうか反社と仮に僕らやったらその従業員自体が反社とつながりがあるかどうかとかは言われたらないんですよね。だって会うことないし。ただ僕ら社長側というか経営側からしたら夜の商売やっていく上で従業員守ってもらわないといけないんでね、まあ、そうじゃないとまあ僕らもう毎日気が気じゃなく寝られへんよね。僕で今400人手前ぐらいですかね雇ってる従業員がいててその中で毎日こう大丈夫かみたいななるわけにもいかないじゃないですか常識的に。で何か揉め事が起きたってなった時にそれが反社ってどこまでが反社って言うんか分からんけど守ってもらわなあかん人ももちろんいてますからね。だからホストクラブは多分どこでもそういう人たち守ってくれてるから組織がなんていうかなうまいこと動いていってると形やと思います。だからその、まあ、僕らがね反社とあんのかないのかみたいなあったらその従業員に関してはないと思います。経営していく上で従業員守るために必要な選択肢の中にこう守ってもらわなあかんっていうのはあるから自分の力だけなんで守れないんでね僕だけで守れるなんか知れてる範囲じゃないですか体一つしかないわけででなった時にそのつながりがあるかないかで言われたらそれはないって言ったら嘘になっちゃうんでホストクラブの上の人っていうかその経営者は少なくとも守ってもらうためにそれはあるになるんじゃないかなとまあ俺の話に置き換えた時にそうなるなと思いました。歌舞伎町っていうワードが出てきたんですけど、まあ、歌舞伎町であろうがどこであろうがもう何度も言いますけど人からお金借りたりとかね歌舞伎町って街やからとかじゃなくて、まあ、ホストにこうよくねお金貸してるとか貸したけど帰ってこないねとかさ一緒に住んでて家賃払ってくれへんねんとかなんかそう紐やねんみたいな僕の相談コーナーみたいな時にも結構来るんですけどもう嫌ならもう貸すなやし借りる側はもちろんあかんけどその貸す側もあかんよ
と思う。だから借りるのもあかんし貸すのもあかんなと。虎歌舞伎町であろうが大阪であろうが福岡であろうが北海道であろうが人間生きていったらごちゃごちゃなるようなことはしないのが一番いいと思います。特にこう歌舞伎町とかさ、まあ、大阪やったら南とかね、ここの繁華街がこうなんていうの繁盛してるような街ではそういうお金のこととかね結構こうシビアにしていかないと、そういうのに貪欲な人にこうしゃぶり尽くされるというか食いつぶされるような街やと思うんでね、まあ、それだけだって夜の店がね潰れたりとかまた新しいとこできたりとかいろんなことが起こってんねんから、自分だけでもねそういう人に貸さないとか人から借りないとかそういうルールをちゃんとつけて生きていったら方がいいと思う。まあそうしてたら多分今回のことになってなかったと思うしね。でもよでもよ、あのそのよっぽどやってしまってで まずいことをしてしまって何も相談せずにこう自殺しようとか、それは俺ちゃうと思うから、そんだけしんどい思いしてあの苦しいなってなったら絶対にそれ相談をしなあかんと思う。でも相談する相手を間違えちゃったらなりかねえ、こういう今回のことみたいな感じに。もう10年20年の付き合いの友達にちょっと話聞いてくれっていうのとさ、ただ単にこうファンでみたいなファンなんですって、まあ、知り合ったところから始まった女の子に相談するとまた絶対ちゃうから、相談する相手も大切です。まあ、っていうことですかね。まあ、最終的にこう、まあ、内容に関してはさ本人しか分からんこともあるし、僕は第三者のやつが何言うねんってなるんで、まあ、ただ単にこう、まあ、葵ちゃんとねコラボ取らせてもらったりとかいろいろしてて、で、まあ、僕の方にどう思いますかっていう連絡はねもうめちゃ来たんで、これはもうちょっと動画にして話した方が分かりやすいかなと思ったんで今回動画にしました。以上ですね。なんか今日の学習は、人からお金借りない、貸す側も貸さない、でもどうしてももう自分じゃどうにもならないという時は人に相談する、相談するけど相談する相手を間違わないということやと思います。以上です。ありがとうございました。